異なるブロックチェーン間で資産を簡単に交換することができる暗号資産。仮想通貨のシナプスを紹介するよ。シナプスはユーザーが異なるネットワーク間で任意のデータを安全かつシームレスな方法で送信することができるブロックチェーン間の互換性を向上させる総合運用性プロトコルなんだ。イーサリアムやアービトラム、アバランチ、ポリゴンなど約18のレイヤー1およびレイヤー2チェーンに対応しているよ。ネットワークはノードと呼ばれるコンピューターによって構成されていて、データを転送交換するために独自の分散型ルーティングプロトコルを使用するんだ。シナプスはデータの送信先を効率的に選択することでパフォーマンスとセキュリティを向上させているよ。また15以上の EVM チェーンと TVM 間でオンチェーン資産をシームレスに交換可能なんだ。さまざまなブロックチェーン間の総合運用性を実現する重要なプロトコルとして DAPS 分散型アプリケーションの普及に貢献することが期待されているよ。チャンネル登録よろしくお願いします。